はい、どうも皆さん、こんにちは。ゼ前かです。それでは今回なんですけども、ローソンお試し機会券祭り、ポンタポイントや D ポイントで商品を交換する方法、アプリやロッピーでの使い方、そして、ちょっとした裏技もということで、今回はローソンのお試し機会券についてですね、この動画では、キャンペーンの解説と、まあ実際の使い方なども含めてサクッとお伝えしていこうと思います。まあ結構使い方によってはかなりお得ですので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう。 それでは早速お伝えをしていこうと思うんですが、まあ僕の動画ではちょくちょくですね、まあピックアップをしているこのローソンのお試し機会券ということですね。このお試し機会券に関しては D ポイントであったりとかポンタポイント、まあこれを使ってローソンでお得に商品の交換ができるというようなサービスとなっております。ちなみにこのお試し機会券のいいところは D ポイント、その中でも D ポイントの期間用途限定ですね。まあ期間が決まっているものの D ポイントに関してもこれで使えるというところはかなり僕としたら 嬉しいところなのかなと思います。そして、このローソンのお試し会見なんですけども、お祭りが開催ということですね。日時に関しては本日の7月29日の午前10時からスタートしております。 一応ですね、ローソンのお試し会見祭りのラインナップはこんな感じとなっております。まあ、全部が全部ちょっとお伝えするわけではないんですけども、まあ、せっかくなので、通常のお試し会見、そしてお祭りの都式のお試し会見、ちょっとだけ比較をしてみたいと思います。まずですね、このお試し会見通常の時ですね、7月29日水曜日にアップされるものなんですけども、例えば、このロッテのガーナホワイトのチョコレートですね、これが税込みの119円なんですけども、 その119円を50ポイントでこのガーナチョコレートを交換することができます。なので、まあ計算をすると、まあ119円割るまあ50ポイントということで、1ポイントが約2.38円の価値になるということで、まあ普通にお試し会見を使ってもかなりお得にはなるということですね。 で、今回のこれですね。お試し会計のお祭りということで、例えばこちらのあやたか 950ml、通常の 500ml ではなくて 950ml が税込168円で購入できるものなんですけども、それがなんと、まあ、D ポイントもしくはポンタポイントを使って30ポイントで交換することができます。で、ざっと計算をするとこんな感じですね。168円割る30ポイントということで、まあ、1ポイントが約5.6円の価値になるということですね。これめちゃくちゃお得ですよね。 で、実際にですね、このお試し機会券交換する方法なんですけど、大きく分けて2つございます。まず1つ目っていうのが、このローソンアプリを使っての交換する方法なんですけども、これめちゃくちゃ簡単です。まず実際にローソンアプリインストールした状態でお伝えをするんですが、ここにですね、お試し機会券お待ち帰り限定というようなタブがあるので、これをタップします。そしたらご覧のようなお試し機会券の画面が出てくるので、ここでご自身が取得したい、予約したい、 商品をですね、選択します。で、今回ちょっと注目されてたこの SL スーパーカップスイーツイチゴショートケーキですね。これをタップします。そしたらご覧のページが出てきます。SL スーパーカップスイーツイチゴショートケーキ238円、非会券ということで、これがなんとですね、30ポイントで交換できます。なので予約する際はこの非会券を予約するというところをタップします。 で、予約する際は、右下の OK をタップして、で、10時スタートだったんですけども、なんとか1個ですね。まあ、予約することができました。で、予約が完了したら、MyBox スというところに保存されるので、まあ、それで OK をタップします。今回 D ポイントを使って予約をしたのは3つのアイスということですね。しかもこれ全部30ポイントなので、めちゃくちゃお得です。で、続きまして、まあ、D ポイントだけで予約するのも全然ありなんですけども、ポンタポイントでの予約方法もお伝えします。 その際はですね、まぁ、あ、ポンタのアプリからもできるんですが、このアプリでも一緒にできまして、その際左にスライドしていただくと、ご覧のようなページが出てきまして、ここのカード切り替えをタップします。で、カード切り替える際、ポイントポイントに切り替えますかと出てくるので、OK をタップしてください。 そしたらご覧のようにポンタポイントに切り替わりました。まあ、ちょっと106ポイントしかないんですけども、まあ、せっかくなのでこれも使いたいと思います。で、しっかりとですね、ポンタポイントでも予約ができまして、ご覧のように野菜生活のグリーンスムージーと、また同じようにイチゴのショートケーキで、あと、モウのバニラアイス、これもゲットできたということですね。一応、ローソンアプリに関しては、それぞれ1、3枚ずつが予約できて、合計で6枚が取得可能ということになっております。まあ、ここまでであれば結構ご存知の方多いんじゃないかなと思います。で、ここからなんですけども、まあ、ぜひここも見ていただき いただきたいんですがご覧のようにロッピーから発見する場合ですねここが結構面白いんですよね で、ロッピーからですね、発見すれば今 D ポイントカード、1枚につき6枚まで発見が可能なんですよね。まあ、ちょっとこれ、あの、僕、正確な数字かどうか定かではないんですけども、確か1枚につき6枚まで発見が可能ということになってます。もし間違えてたら、ぜひご指摘のコメントください。そして、なんとですね、D アカウントあると思うんですけども、そこに D ポイントカードをですね、最大4枚まで登録が可能ということになってます。まあ、これは D カード、クレジットカードも含まれていますので、まあ、D ポイントカードに関しては3枚、それに加えて、 カカーードドの d ここれでで合計4枚ままが登録可能とということになってます、まあ、一応ですね、僕は D カードプリペイドと D ポイントカード2枚持ってるので、これを登録してます。一応登録方法がですね、D ポイントのアプリから入る場合なんですけども、左上の3本線をタップしていただきまして、そこから設定確認というところをタップします。で、ここのカードの追加登録というところタップしていただいて、そしたらご覧のようなページが出てきます。 まあ僕の場合ですね、すでにもう3枚登録してるので、登録済みというのが3つ出てる状況ですね。クリストカードを持ってないので、D カードのところはちょっと薄くなってるということになっております。で、早速その D ポイントカードを使って、まあロッピーで発見する方法なんですけども、まずご自身が持ってる D ポイントカードをこの角度でスライドしてください。 そうすると、まあ、お祭りの期間に関してはちょっと重たいんですけども、こういった画面が出てくるので、ここから一覧から発見するというところをタップします。で、ご覧のようなメニュー画面出てくるので、わかりやすいように右下の全商品というところから入ってください。で、あとはご自身が好きな商品をですね、まあ、ここで選択していただいて、で、僕は今回ですね、このオイコスのヨーグルトを30ポイントで取得してみたいと思います。で、取得する際の確認画面が出てくるので、右下の確定するというところをタッチします。そうすると、ロッピーの紙がこういった風に発見されるということになって ます今、上のグレーのところにバーコードが出ているので、まあ、これを店員さんに提示するということですね。で、先ほどもお伝えしたように D ポイントカードを1枚使って6枚まで発券ができるということですね。で、今回僕が交換した商品はご覧のラインナップとなっております。まず、ローソンアプリからの場合に関しては D ポイントを使って3個を予約して、で、ポンタポイントからであれば3個予約して、で、あと今回ロッピーから使って 6個を予約できたので、合計で12個ゲットしたということになります。まあ、お酒とかね、ゲットしたい場合に関しては、また夕方からね、改めてローソン行ってもいいのかなと思うんですけども、ここが今出てる商品だけゲットしてきたというような感じとなっております。で、一応ですね、D ポイントカードに関しては、マクドナルドであったりとか、ローソンであったりとか、そういったところで無料でもらうこともできますので、ぜひ、まあ、かなり商品ゲットしたいなという方がいらっしゃいましたら、こういった方法を使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。で、最後にですね、まとめ注意点ということで、まあ、ここだけ押さえていたらいいのかなという と,いうところだけお伝えしますまず一つ目なんですけども、一番目の税込み700円以上購入でローソンくじということで、これはまあ一つのまあ合わせ技に近いんですけども、今回のローソンのお試し機械券の商品がですね、合計その700円以上を超えた場合、スマホくじを引くことができます。そうすると、右に出てるような商品と引き換えすることができるので、まあ一応お一人様20枚はなんですけども、まあ、これと組み合わすことによって、 ま、かなりお得にですね、商品をゲットすることができます。ちなみに今回僕は、あれだけの商品の合計で2回くじが引けたので、今ご覧のようなチョコボールとアーモンド効果というのは、それぞれチョコレートをゲットすることができたということになっております。これ結構お得ですよね。で、続きまして、ロッピーから発見した場合は、30分以内に交換ということで、ま、これお試し会見全般言えることなんですけども、ロッピーからですね、発見する場合結構時間かかったりするんですよ。ロッピーが混み合ってたりしたらですね。なので、その場合はですね、なるべく早くもう交換することを僕は おすすめしますまあ結構人がね少ないローソンであればずっとこの作業ができたりするんですけども結構ね人が多いようなローソンであれば後ろで待ってる方とかいらっしゃる場合もあるかもしれないのでまあサクサクっと作業してもうサクッと交換して家に帰るのが一番いいのかなと思いますそしてもう一つここも結構ポイントかなと思います次の日のキャンセル狙いもありということでとりあえずこのローソンのお試し会計に関してはまあ24時間後元々予約されてた人の自動的にこうキャンセルがされたりするので 今回のね、商品の中でゲットできなかった商品があった場合、まあ、10時過ぎぐらいですかね、まあ、キャンセル待ちを狙って、改めてまたゲットするのもありなんじゃないかなと思います。僕は結構通常のお試し会計の時も、このキャンセル狙いをちょくちょく狙ったりする時もありますね。で、最後4つ目、ここですね、ポイント集めはポイントサイトということで、まあ、ちょくちょくね、これも僕動画でもお伝えしてるんですけども、ポイントサイト、このモッピーであったりとか、それぞれこの2つをちょくちょく使ってるんですが、まあ、こういったポイントサイトを使うことによって、 ポイントを貯めてるので、まあこういったローソンのお試し会見に関しては基本的にはもうこういったポイントから使ってるというような感じですね。まあ溜め方に関してはちょっと色々あるんですけども、個人的にはモッピーと笑うを使ってますね。で、一応まだモッピーと笑う登録されてない方がいらっしゃいましたら下の概要欄にリンク貼っていますので、ちょっと気になるなっていう方がいらっしゃいましたらぜひチェックしていただければなと思います。 まあそんなこんなで今回はローソンのお試し機会券のまあちょっとした使い方であったりとかポイントについてお伝えをさせていただきました。いや今回のねローソンのお試し機会券の祭りまあ僕の個人的にちょっと嬉しいのは好きなアイスのもうをゲットすることができたということとなかなか滅多に食べることがないイチゴのショートケーキのアイスをゲットすることができたっていうのがまあ個人的にちょっと嬉しいのかなと思います。前回と比べたらスパンは結構短めなんですけどもこういった時にねまとめてアイスをゲットして、まあ この暑い夏をね、乗り越えるために保存しておくのも、まあ一つの方法なのかなと思います。今回お伝えしたローソンのお試し会見の、まあ詳細のリンクに関しては下の概要欄に貼ってますので、ぜひですね、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。